皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日もこのリビングライフのテキストを使って皆さんと共に御言葉の素晴らしさを味わいたいと思います。今日は9月の12日土曜日です。今日の聖書の箇所は旧約聖書のエゼキエル書1章の1節から14節までです。リビングライフの今日のテキストのタイトルは絶望の中にも神は共におられますと書かれています。このことの意味を共に御言葉を通して探っていきたいと思います。エゼキエル書1章1節から14節第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで、捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それは、エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、カルデヤ人の地のケバル川のほとりで、ブジの子、祭司エゼキエルに、はっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火が、ぐるぐるとひらめき渡りながら、北から来た。その周りには、輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその4つのものの顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ2つは互いに連なり、他の2つはおのおのの体を覆っていた。彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは、燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。今日から
旧約聖書の預言書エゼキエル書の、を、読むことになりますが、今日は最初の箇所です。一章の一節から十四節までです。この一節から三節のところに時代背景が書かれているので、最初にそこを読んでみましょう。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民といた時、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはヨホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで、ブジの子祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあったと記されています。最初の第30年という、この30年がどこからの30年か、それははっきり分かりませんけれども、2節を見ますと、エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であったと書かれているんですね。で、このエホヤキン王はが、これは第二列王記に書かれて、終わりのところに出てきますけれども、エホヤキン王がバビロンによって連れて行かれたという出来事が起こるわけですね。で、その時に、列王記を見ると、王様だけではなくて、すべての高官や、あるいは有力者1万人とあります。さらには、いろいろな職人、そして鍛冶屋、そういう人々が一緒に連れて行かれているんですね。で、聖書を見ると、貧しい人々を除いては皆連行されたと書かれています。本当に多くの人々が、自分たちが住み慣れた場所、国から、この全く知らない遠く離れた外国の地に連れてこられていたわけです。気候風土が違うし、食べるものも違うし、言葉も違う、そういう全く知らないところにこの連れてこられて生活をするということは、本当にどういうことなのか想像もつかないですよね。まあ例えて言うと、私たちにもこの拉致をされた人たちがいますけれども、そういう人たちが今北朝鮮でどのような思いで暮らしているのかと思うときに、本当に胸が痛みますけれども、この当時のこのユダの民の人々も、王様も、また有力者たちも、また多くの人たちが皆このようにして自分たちの国を追われて外国の地で生活をしているという中で、本当に大きな苦しみもあったでしょうし、また絶望の中にいたんだと思います。特にエゼキエルは祭司という立場で神に仕えた人でありましたから、この自分が信仰を持っているこの神が全能者であるはずなのにもかかわらず、このような状況になっていることに本当に大きな葛藤もあり、また苦しみもあったことだと思うんですね。で、私たちも信仰を持っていても、本当にこう、どうしてこういうことが起こるんだろうかと、理解に苦しむようなことが起きることもあると思うんですね。で、そういう時に私たちは、どうしてこういうことが起こったのか、神様は本当にいらっしゃるんだろうか、神様は私のことを忘れてしまったのではないだろうか、そのような非常に否定的な、こうネガティブな思いに落ち込んでいくと思うんですね。でも、今日のこの状況も人々、エゼキエルを含めてユダの人たちは本当に絶望の中にいたんですけれども、この3節にありますように、この祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあったとあるんですね。神様は我々が気づく気づかない関係なく、確かに今も生きておられて、そしてこの世界を支配しておられるんですね。本当の支配者、コントロールしておられるのは神であるということを、私たちはどのような状況の中にあっても、そのことを確信して信じていかなければいけないと思うんですね。この時神様は本当このユダの民を決して忘れていたわけではなくて、これからの新しい道を示そうと、このエゼキエルに新しい幻とメッセージを送ったわけですね。で、その幻の内容が後半に書かれていますが、それは4つの生き物の姿でありました。
4節見るとこうあります。私が見ていると見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた、とあります。不思議な幻が見えたんですけれども、私が見ていると見よという言葉が、よく出てくるんですが、エゼキエルも驚いたんでしょうね。ですからこの幻をの意味を語るから聞きなさいという、ね、そういう、このエゼキエルの、この情熱を感じさせれる言葉ですが、激しい風とか大きな雲とか火というのは、全てこれは神の、臨在を表すものであると思うんですね。でそういう中に、生き物があった。この生き物 がこの幻の中心であるわけですけれども、その特徴としては、この6節に4つの顔を持ちとあります。4つの顔というのは、4つの方向を見ているということですから、全てのことを見ておられて、全てのことを知っているという、神のことを表していると思うんですね。4つの翼というのは、これは、ケルビムというこの翼がありますけれども、この4つの翼で自由に飛び回っていくんですね。ですからそれは自由に飛び回るほどのこの活動力、活動する力を表していると思います。このようにして、またこの7節にはその足のことが描かれていますけれども、この足がこの磨かれた聖堂のように輝いていたわけです。これら全てのものは神の栄光と神の力を示すものです。そのように、またこの生き物の顔のことも書かれているんですが、10節を見ますと、彼らの顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があったとあるんですね。ちょっと不思議な幻なんですけれども、この特に獅子は力を表すものですし、ワシというのは素早い行動力を表すものですね。このように、実はこれらは何を表すかというと、神の臨在であり、神の力であり、神の栄光なんですね。彼らは気がつかなかったと思うんですけれども、実は彼らがいるところに神様が確かにご臨在しておられたということを表しています。今日のテキストにもありますけど、絶望の中にも神は共におられるんですね。ですから私たちもいつも忘れてはならないんです。どのような時にも神が共におられるということ、そのことをいつも覚えて、やはり私たちはどんな時も神を見上げること、神に祈りを叫び求めていくこと、神に信頼して神に助けを求めていく、そのことが大切ではないでしょうか。今日読みましたエゼキエル書というのは、ユダの民がバビロンに捕囚されたその時に活躍した預言者エゼキエルの言葉が書かれている書物ですね。彼らにとっては本当に暗黒の時でありました。でもそこに神の言葉が確かに現れました。我々の生活の中にも暗黒の時があるかもしれませんが、どんな時にも神が共におられ、神がメッセージを語ってくださることを覚えて、これどんな時も絶えず神に信頼したいと思います。それではお祈りをいたしましょう。愛と力に満ちた全能なる神様、今日の御言葉を通して、人間の目には絶望と見える状況の中にも神様が確かにおられて、そして全てを支配しておられることを学びました。どうかこのことを自分の生活の中にも当てはめて、いつもあなたを信頼し、あなたにより頼み、あなたに助けを求めていくものとならせてください。
救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。